こんにちは。チュン。デカブリのヒカルト。ミキです。はい。ミキトさん、あなたは自分のロイターバンを持ってますね。はい。自分で購入して自分専用のロイターバンですよね、それは。そうです。ということは自分のロイターバンがどれかっていうのは一発でわかりますか？当たり前じゃないですか。はい、ではということで今日は、はい、静岡産業大学にある、はい、たくさんのロイターバンをお借りして、はい、その中にミッキーのロイターバンを混ぜて、はい、肌触りだけでロイターバンを当てろ選手権です。はい、じゃあちょっとまずミッキーのロイターバンを見せてください。どうぞ。こちらになります。うわ、待って、なんかすごい光景これ。はい、まあ、確かにこう見ても一つだけ色が違うんですよね。確かにね。自分しか使ってないんですもんね。使ってない。はい、まあ一つ目は肌触りだけ。ミッキーが目隠しをしてロイターバンを触った状態でこれが俺のだっていうのを当ててもらいます。余裕で、二つ目はもっと余裕かもしれないんですけど、ロイターバンを6個蹴ってもらって自分のロイターバンがどれかを確認してもらいたいと思います。余裕。はい、こちらがミッキーのですね。このテーピングたちはミキと専用と書いてあります。はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、セット完了です。ということでじゃあミッキーを真ん中に案内してはい。では目隠しを外して確認してみてください。頼む。せーの、ほい。当たり。正解。意外と迷ったっすね。迷った。結構難かったっすか。いや、これかこれかと思って、はい、で、あ、この2つのどっちかやなと思って次行ったら、あ、もうこれや。おお、もう最初の2つとかは違うの確定でした。すごい。すげえ。愛してるよ。次もっとむずいかもしれないですけど、あ、もっと簡単かもしれないんですけど、次は蹴りですね、はい、もう一回目隠しをしてもらって僕がロイターバンをちょっといじるので、そしたら6個蹴ってもらいます。ロイターバンのセッティングが完了したので今から1個ずつ蹴ってもらいます。はい、終わった段階でこれだっていうのを言ってください。はい、もしもやってる段階でもうこれだっていうのがあれば別に6個蹴んなくてもいいです。 OK。 はい、それではまず1個目からいきましょう。違う、違う、これ分かんない、ちょっと全部に言って。はい、違う、違う、せーの、あ、おい、違う、
って2番目とこれで迷う。1番目の池いきます。あれこれ迷っちゃうな。むずい。もう一回いくならいい。2番目。2番目が自分のですか。はい。2番目かな。これでも確定でいいですか。うん。じゃあ目隠しを取って確認してください。たるい。おおすげーすげーすげー愛してるよすげーすげー。はい、ということで、はい、ミッキーは自分のマイロイターを愛しているということが分かりました。はい、皆さんも器具を大切にしてこれからも練習頑張ってください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。この度エガプリタンクトップ販売いたします。見てください、この動きやすさ完璧です。ぜひ購入動画